バレットジャーナルを、バレットジャーナルになるかわかんないです。バレットジャーナル的なものを始めてみたいと思います。アイクフルの DIY。皆さんこんにちは、アイクフルです。2020年ももう2月ですが、皆さん手帳迷子になってませんか？私は実は1ヶ月間、2ヶ月間手帳迷子になっているところです。2019年の手帳は前にもご紹介してますが、このノートを使っていました。スタンプをしたり手書きで書いたりなどなどしてやってましたが、今年はどうしようかなと思ってる間にもう2月なんですよね。実は持ち歩きの手帳は持ってます。使っているノートは MD ノートの文庫版の無地の3冊組になってるやつの1個を横に使っています。2020のシールを貼ってめくると、この私の好きな Keep on going no matter what という言葉と Do what I love という言葉が入っています。こんな感じでですね、ちょっと1個セットアップしてみたいと思います。使っているのは無印良品のフリースケジュール付箋紙スティッキーノートってやつです。これが付箋紙になっていて、自由に日付が書き込めるようになっているので、こんな感じで日付を書いて祝日だったり土日に丸をして分かりやすくしてます。これすごいいいのが、私の好きな月曜日始まりなんですよね。13枚入って100円だったと思います。これだとちょっと寂しいので、これにシールを貼っていきます。シールは私のちょっと見てください、このシールのコレクションじゃらららら。特にこのウィークエンドスティッカーシールが最近めちゃくちゃお気に入りです。マインドウェーブオンラインストアとかで買える、マインドウェーブさんという会社さんが作ってる220円のやつなんですけど、これがですね、もうめちゃくちゃ可愛いんですよ。なのでちょっと使い切りそうだったのでまた新たに買ってきたんですけど、すごいこういうのテイスト好きな方はかなりツボだと思います。でこれでデコレーションをしていきます。3月はこの気球のデザインにしようかなと思うので、結構適当にこの付箋をこう浮いてこなくさせるようなイメージで貼っていきます。3月お誕生日月なので、ちょっとなんか楽しく過ごしたいなと思ってるんですけど、はい、こんな感じで上が描けたら、下はやることリストだったりを管理しています。この辺にもちょっとあるとなんか華やかな感じなので、適当に、はい、こんな感じで貼っていって、これは持ち歩きかつスケジュールの管理の時に使っています。なんですが、2020年チャレンジしてみたいこととしてこちらを始めたいと思います。じゃーん、バレットジャーナルを、バレットジャーナルになるかわかんないです、バレットジャーナル的なものを始めてみたいと思います。ロイヒトトゥルムというですね、バレットジャーナルの発案者の方の監修済みな結構公式なノートもかね、完全に形から入るタイプなんでこういうことをしてしまいましたが、ロイヒトトゥルムの1917ってやつです。それの無地を買いましたので、これにちょっと手書きだったりスタンプだったりシールだったりいろいろちょっと自分の思うようにしながら、こっちだとスケジュール管理はできるんですけど、その日々の管理っていうんですか、ハビットトラッカーってやつだったりとか、ちょっとすいません、まだまだ勉強不足なんですけど、そういうのをちょっとバレットジャーナルでやりたいなと思って、この度これね3000ぐらいするんですよ、ノート高っって思ったんですけど、伊藤屋さんで見つけて一目惚れしてしまったので買ってしまいました。ということで今日はこちらのセットアップと、2月になったので2月のその何ですか、2月ページ書いたりとかをしていきたいと思います。早く振る、結構大きいんでね、持ち歩きはしないと思うんです。持ち歩きは多分こっちでスケジュール管理だったりやることリスト管理だったりとかある程度すると思うんですけど、こっちは家に帰ってきた時の手帳黙々タイム用に、はい、使いたいと思います。エメラルドグリーンっぽい綺麗な緑、この色好きなんですが、あったのでこれにしました。帯は取って、中身はどうなってるかと言いますと、じゃじゃじゃん、なんだこりゃ、おお、なんかカードが入ってました。こちらハードカバーになっています。で、ちょっと分厚めの紙が1枚あって、最初にさすがバレットジャーナル用ノートですよね。目次ページがついていて、次無地です。そしたら右下にページ番号が振ってあるんです。これバレットジャーナルのユーザーからしたらかなり嬉しい機能なんじゃない、機能
あのポイントなんじゃないかなと思います。髪の色はちょっとクリーム色です。前使ってるこの MD ノートと比べてみても、 MD ノートのがちょっと黄色いかなぐらいですけど、基本的には同じ感じの色の目に優しいタイプのクリーム色になってます。そして薄さは正直思ったより薄いので、これ透けないかな、色移りとか裏抜けとか大丈夫かなと思いながら もうちょっと分厚いものを想像してたんであれなんですけど、はい、でやりたいと思います。で後ろの方にこういう下敷きがなんかついてきてるんで、これ無地なのでこう下敷き敷くとちょっと案内になるよみたいなのもついてました。なんかシールもついてます。ん、わあ、あすごい、これ気づかなかった。ここ封筒です。封筒になってる、便利。へー、はい、という感じのバレットジャーナルをやっていきたいと思います。マイクフル、はい、では1ページ目に何を書くかというと、自分の好きな言葉というか年間を通して目標にしたい言葉だったりとか、そういうのを書いていきたいと思います。私のこの2020年のノートにもありますが、この Keep on going no matter what とDo what I love っていうのを結構目標というか、あのキーフレーズにしてるので、それを書いていきたいと思います。シールで貼ってもいいと思いますし、スタンプしてもいいと思うんですけど、今回はちょっとチャレンジでこの筆タッチサインペンで書きます。しかもこれあれですね、これページ番号振ってるからなかなか緊張する一瞬でございます。頑張ります。全然ね、下書きとか本当しろよって話ですけど、あんまり好きじゃないんですよね。はい、書きます。はい、ざっと書けたので色を塗ります。使う色はこちら、ゼブラマイルドライナーの晴れ赤マイルド色使っていきます。なんかね、こう晴れやかな感じにしたいなと思います。はい、こんな感じで扉ページみたいなのが書けました。ちなみに裏はちょっと透けてるけど、まああまり気にしないことにします。では次のページも書いていきましょう。マイクフル、次のページはこちら、年間のカレンダーを貼っていきます。結構あのいろんな方のバレットジャーナルとかの動画を見ると、こう手書きで1年分書いてらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、まあ私はそんなちょっと面倒くさがりなのでできないというところで、これは何かと言いますと、カレンダーシールを売ってるの貼ってもいいんですけど、だいたいカレンダーシールって日曜日始まりなんですよね。私月曜日始まりが良かったので、月曜日始まりのカレンダーを自作いたしました。こちらは Excel で作りました。じゃーん。それをこちらのダイソーの貼って剥がせるラベル用紙の紙に印刷したものになります。1年分作ってあるので、それをカットします。はい、こういう感じで1月から12月までレイアウトしてみましたので、貼っていきたいと思います。ペロンと剥がして貼ります。ちなみにこちらの貼って剥がせるパソコン用紙は、あのダイソーの紙コーナーじゃなくてパソコンコーナーにあります。ケーブルとかあの辺ですね、ケーブルとか売ってるところに置いてあります。はい、12月まで貼れました。ちょっと隙間空いたんで何か書きます。使うペンはこちら、今日このために買ってきた桜マイクロンミクロンのピグマ05です。こういう感じの水性ペンです。はい、2020って書いてみました。裏写りはというと、じゃーん、意外としない。やっぱあれですね、マイルドライナーが映るんですね。はい、では続きまして、年間目標みたいなのをちょっと立てようかなと思うので、このページはゴールページにしたいと思います。筆タッチサインペンのピンクでこんな感じでゴール書いてみました。なんか枠、さっき買ったペンが05と03、01の3個の細さで出てたので、01から05の順番で太くなるパターンで、さっき05使ったんですけど、ちょっと03で
右側のページもゴールページにします。基本的にはあまりキツキツにしたくないので、ページ数もたくさんあるので、こう広く使っていきたいと思います。年間でゴールはどんどん増えていったりとかすると思うので、こっち側もこのしましまだけ書きます。なんとなくね、こういうの上がった方が統一感が出るかなと思いますので、よいしょ。そんなにまっすぐ書けなくても気にしないでいいと思います。自分のパレットジャーナルなので、自分がいい気分になるようなものに作れればいいなと思っています。気になる方は定規など使うなどしてもいいと思うんですけど、定規使うと逆にちょっときっちりしなきゃいけないなっていう気持ちになっちゃうので、あっちはあまり使うのが好きじゃないので使わないことにしています。かしましまに塗っていきます。使ってるペンはトンボの ABT の243番です。全然こうきっちり塗る音しないで、さーっとはめ出しても全然気にせず、そのままじゃ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 ーっと塗っていくと、ちょっとあー間違えたけど、まあいいか。喋、はい、りながら書くのね、ちょっと難しいんで、たまに間違えますけど、そんなことは気にしないでやっていきます。続きまして、手帳を書く上ですごい大事にしていることがありまして、去年の手帳でもご紹介してるんですけど、日々の感謝の気持ちを書き留めておくっていうことを大事にしています。なのでこの2つのページはありがとうページにします。早く振る。はい、では次のページは私にとってすごく大事なページになります。私は結構自己肯定力が低いタイプの人間で、この自分に対してのそのなんていうんですか、自分で自分を褒めてあげることがすごく少ないというか、なかなかそういうことができないタイプなので、もうノートに言わせたいと思います。ということでこの2つのページは自分を褒める私がここがすごいのページになります。この1個前のサンキューページは他人に対してのすごいだったりありがとうを言う場で、こっちのページは自分に対してのすごいありがとうを言うページになります。続いてのページはお誕生日プレゼントを何あげたかを書いておくページを作りたいと思います。そうするとお誕生日も忘れないし記念日も忘れないからいいかなと思って書きます。なのでこれはギフトページです。早く振る。次のページから月間のものを始めていきたいと思います。もう2月なので1月どうしようかなと思うのですが、1月はちょっと省略してさっきの無印の付箋に書いて記録として置いとこうと思います。はい、付箋に日付を書いていきます。祝日に丸をつけます。こっち側のページにはやったことを書いていきたいと思います。この四角の意味たちを書くやつやらないといけないの忘れてました。バレットジャーナルのキーを決めていきたいと思います。キーは何かというと、印みたいなものですね。箇条書きにした時に印が何の意味か分かりやすくするようにするためのものです。キーは覚えられないので他のページにも移動できるように付箋に書いていきます。この付箋はちなみに MD ペーパーのたっぷり書けるオーバーサイズの付箋です。これすごい使いやすいのでおすすめです。まず四角はやること、この四角の中にチェックボックスがついたらできた、チェックボックスに矢印をつけたら繰り越したこと、チェックボックスにバッテンがついたらやめたこと、ハートはイベントごと、星はアイディアとか、こんな感じですかね。ちょっとこれだと寂しいのでデコレーションをします。ちょっと前に買ったんでちょっとお正月っぽいシールが残ってましたが、こちらダイソーのシールです。 J カルチャーフェスというイベントではこちらの梅結び、水引きで作る梅結びをテーマにしたブースを展開したので、ちょっとこの感じの和な感じと梅のシールがあったんで、これを組み合わせて貼っていきます。早く振る。今これハートを書いてるところを説明してたんですけれども、電池が切れて全部消えたので一から説明します。2月の扉ページを書こうとしていましたっていうか書いてました。使ってたのはトンボ ABT のピンクのグラデーションと紫のペンです。で結構適当にジャ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 っとハートを書きましたってところまで来ました。そしたらこの上に2月って書けばいいかなと思ってたので、そういう感じで書きます。はい、2月の扉はページが書けたので、次に2月の本当だったらここにマンスリー入るんですけど、マンスリー入れる意味あるかなっていうのがちょっと私今疑問でして、なぜならスケジュールのマンスリーをこっちで管理してるんですよ。なのであっち行ったりこっち行ったりするともう情報が
っちに書いたっけなみたいなのが嫌なので、スケジュール的にはこっちに管理、こっちではその何をやったかとか、どういう風にしたかとか、何を思いついたかとか、そういうものを書いていくノートにしようと思うので、マンスリーはとりあえず一旦2月はやめにしてみます。ちょっと1ヶ月やってみてどうだか、3月になったらまた変えるかもしれないんですけど、とりあえず2月やめてみます。はい、では私がこのバレットジャーナルで一番やりたかったハビットトラッカーをやります。ハビットトラッカーというものはですね、なんか例えばジムに行くとか YouTube アップするとか、そういう何か自分で決めたことに対して達成したか達成してないかをカレンダーで可視化して、どれぐらいの達成率か分かるようにするみたいな感じのやり方になります。さっきの年間のページで同じように印刷したこれ2月のカレンダーなんですけど、2月のカレンダーを貼っていきます。はい、このようにカレンダーが貼れたらタイトルをつけていきます。私がやりたいのはまず7時起き、字を書く練習、とは YouTube の企画、とはアップロード公開ですね、 Instagram イラスト。今のところは2月はこう追いかけていきたいと思います。増える可能性あるのでこっち側は開けておきます。この後のウィークリーですね、週ごとに何をしたかっていうのを書いていきたいと思います。月曜日始まりにしたいので、今週は土日しかないので、どうしようかな、土曜日と日曜日でバンバンと書きますね。とりあえずこの土日はこんな感じで、こっからちゃんと書いていきます。はい、8分割したページに左側に項目を書いていって、ここに1週間分を書いていく感じになります。3日4日5、6、7、8、9ですね。ちょっと初めてなんで、いろんなチャレンジでやっていきたいと思います。バイクフル、はい、ということで今日はちょっといろいろ手を加えたので、最終的にどうなったか見ていきたいと思います。じゃじゃーん、まず開いて名前ページはちょっとまた今度書きます。で、このキーのところはこのめくってすぐのところに貼りました。付箋で貼ってあるので、気になった時に貼って剥がせるようにしました。で、これは目次ページですね。目次に何ページ目に何があるかを書いています。で、1ページ目が好きな言葉書きました。で、2ページ目ちょっとギラギラすごい、なんか画面で見るとギラギラ、実際はそんなにギラギラしてないんですけどね、ギラギラになってしまいましたが、年間スケジュールです、2020って書いて、このマステの色からちょっと色を取って2020もデコレーションしてみました。で、次のページがゴール、2020年の目標だったりなんだったりを書きます。で、次のページがサンキューページです。ちょっとハートを散らしてみて、日頃の感謝の気持ちたちを綴っていきたいと思います。次のページはここがすごいっていう、私が自分で自分を褒めるページですね。ここがすごいよアヤクフルのページです。星が好きなので星を散らしてみました。はい、次がギフトページです。あげたものをいただいたものを書くページです。で、一応何かあった時のために1ページ開けて、1月いろいろちょっとごっちゃりしましたが、来ました、スケジュールの実績と目標ですね。で、やったことたちずらっと書いています。で、2月のページはまだ全然途中なんですけど、とりあえずのご報告になります。まず扉ページがあって、ハビットトラッカーです。まあ、やったことを記録していくところですね。多分項目増えていくので、こっち側にも貼っていくと思います。月曜日始まりに基本的にしたいので、土日はこんな感じで、まだ書いてないですけど、土曜と日曜に日書いていきたいと思います。そしてちょっと1週間試しにこの形式でやってみたいと思います。はい、こんな感じですね。起きた時間、ムード、気分、ファッションとトゥードゥとダイアリーと寝た時間を記録していきます。で、次のページはその翌週をちょっと反映させて、ちょっと更新していければと思います。で、これは基本的に持ち歩かないでお家で使おうかなと思っていて、前にもちらっとご紹介したこのスタバのノートはネタ帳で、それもこの2つですね。こっちがスケジュール管理、ネタ帳、家でやるバレットジャーナル、日記の3冊体制で今年は行きたいと思います。
途中で変わるかもしれないんですけど、それはその時に応じた感じでやっていければと思います。ということで今日は今からでも間に合うバレットジャーナル風日記とスケジュール帳のセットアップご紹介しました。いかがでしたでしょうか。この動画で見てて面白かったなと思った方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ノート術まではいかないですけど、いろんなこうやり方もご紹介していければと思いますので、コメント欄にコメントリクエストもお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。アヤクフルでした。バイバーイ。